取り戻そう、僕の物語を。取り戻そう、私の物語を。準備万端。それじゃあ行こうか。黒の騎士団に参加したからには選択肢は2つしかない。私と生きるか、私と死ぬかだ。貫通電極は3番を使う。一撃で決められるな。はい。出力確認。副車波動機構外載状態維持。外周伝達。波動で地下水脈を一気に水蒸気化。その爆発力で大規模な山崩れを引き起こす。敵はこの事態に対処しきれていない。この混乱に乗じれば。聞こえるか、お前の部隊は予定通り土石流を挟んで残存する敵を叩け。コーネリアに近づけるの。了解。蒼月では初の実戦か。まずは私が指示を出す。お前は機体に慣れることに集中しろ。ええ、分かった。さあここからだ。私がみんなを守ってみせる。予測される敵ルートの情報を送った。見えるか、そのルートの最終地点に敵を侵入させないように戦え。上に表示されている数の侵入を許せば我々の戦線は崩壊する。油断するなよ。下にユニットが並んでいるのが確認できるだろう。これが今持っている戦力、お前の手駒というわけだ。まずお前に先陣を切ってもらうぞ。ユニットをドラッグしてくれ。フィールド内に青に光る場所があるだろう。そこがユニットをドロップできる配置可能なマスだ。ドロップの際、指をスライドした方向にユニットが向く。攻撃範囲も考慮し、はい、やってみせる。右下のコストが減少したな。ユニットの出撃はコストが消費される。コストは 1.5 秒に1ずつ回復する共通のリソースだ。どのユニットを優先させるか、どのタイミングで出撃させるか、それが勝利への鍵となる。思っていたより敵の数が多いな。
近の部隊も合流したか。こちらも遠距離攻撃ユニットを配置し迎え撃つとしよう。遠距離攻撃ユニットは高台に配置することができる。地の利と手数の多さを利用し敵部隊の殲滅を図れ。いつでも行けるぜ。頼むぜ。勝利は目前だな。戦線を維持して敵部隊を撃破しろ。よくやった。引き続き残存兵力を見つけ次第殲滅しろ。わかった。やるじゃないか。いや、まあこれくらいは。はあ、よし、この調子で別の部隊も。月なかなかいい動きじゃない。カレンか。ええ、実戦で改めて感じる。この機体なら奴らに負ける気がしない。大した自信ね。でも気をつけて。ゼロの情報が正しければ、その周辺にコーネリアの腹心ダールトン将軍の部隊がいるはず。ええ、しかしどんな敵が来たとしてもここは通さない。コーネリアの元には行かせない。だから、カレンはコーネリアを。任せて。私とグレンの実力、ブリタニアに見せつけてやる。あの色、あの機体、敵の指揮官機、ダールトンの部隊。噂をすればってところね。そっちは任せた。ねえカレン。何？絶対勝とう。ええ、ゼロを信じて戦い抜きましょう。日本を取り戻すために。よし、ダールトン、ここでお前を仕留める。日本解放戦線か。該当するデータがありません。おそらく新型かと思われます。なんだこいつ、早いぞ。いかんな、こんな状況なのに面白いと思ってしまった。これならどう？いい動きをする。しかし姫様のもとに行かねばならんのでな。行かせはしない。
ゼロの元へは決して。守ってみせる。この手でブリタニアを倒す。奴らを通すわけにはいかない。私が前に出て進軍を止めないと。よし、ここで食い止めてみせる。やってみせる。我らを止めてみせろ。さっきまでの敵とは格が違う。聞こえるか。ええ。その声、状況はあまり芳しくないようだな。さすがはコーネリアの腹心といったところか。相手の猛攻を耐え切るのが難しい場合は回復ユニットを活用するといい。井上を向かわせるとしよう。高台に配置することが可能なようだな。範囲内であれば離れた位置からでも他のユニットを支援することができるだろう。準備 OK よ。誰も私を止められない。これくらい耐えてみせる。これで戦線は維持できそうだが、敵の勢いが鈍る様子はないな。活用できそうな高台がいくつかある。前の戦闘と同じく遠距離攻撃ユニットを配置して敵戦力を削る。いつでも行けるぜ。戦況はこちらが優勢なようだな。ええ。あとはお前に任せる。こちらも本命が網にかかった。コーネリア。わかった。この場は何とかする。頼む。あの新型のパイロットにいいようにされてしまっている。姫様、どうかご無事で。ゼロ、任せて。私はダールトンをここで。姫様のために。ここは通させてもらう。通すわけにはいかない。
なかなかやるな。だが行こう、草月。やっ誰も私を止められない。どう任せて、誰も私を止められない。やっ許す。いける。このままでは戦が終わってしまうわ。勝負をつける。テロリストごときに不覚を取るとは。やるわね。いや、まあこれくらいは。やった。私がタールトンを。姫様、申し訳ありません。よし、これでとどめだ。おい、聞こえるか。扇さん、例の白兜が現れた。な、あの白兜が。カレンが応戦してるが、新宿の件もある。なんかヤバい気がするんだ。わかりました。すぐに向かいます。あの敵将を討ち取れなかったのは惜しいけど、一刻も早くゼロの元へ行かないと。全力であいつを振り切る。落ちないでよ。ああ、白カブト、この草月のスピードをしても速い。このままじゃ追いつかれる。ランスロット並みの速さだったらこれで。やはり足を狙ってきた。ゼロを生きたまま捕らえるのが目的なんだ。なら、こいつで。これは、煙幕。いや、茶符か。ゼロ、今のうちに逃げて。今ならファクトスフィアも機能していない。待て、お前はどうする。あなたが生きていれば私の復讐は叶う。そのためならば私は。やめろ。おい、くそ、自分の復讐を人に押し付けるな。この命を捨てることになったとしても、私には成し遂げたい復讐がある。やり遂げる覚悟、それが必要だというのはわかる。
こか。この盾は飾りじゃない。ナナリーが安心して暮らせる優しい世界のため、父さんや母さん、ヒナたちの復讐のため。ゼロの障害になるものは私が排除する。人殺しのブリタニアを。強者が弱者をねじ伏せ、蹂躙するこの世界を。新しい世界を作るために。ここに人が来るなんて珍しい。どうやら出番みたい。あの子も待ってる。さ、こっちに。あのね、私ずっと待ってたんだよ。ここに来てくれることをずっと待ってたんだ。私あのね、あなたにこのゲームを案内する役目なの。それじゃあまずは、まずはなんだっけ、スカウト。そう、それそれ。あなたと一緒に戦う仲間をスカウトしに行くの。ここで仲間をスカウトできるよ。今回はなんと星4が必ず一人は出るよ。やってみて。すでにチェックメイトだ。
早く生徒会室行こう。困った時は何でも相談してね。生徒会の仲間として力になるよ。私は神聖ブリタニア帝国の軍人、キュエル・ソレイシーだ。以後、よろしく頼む。おう、誰であろうと構わぬ。貴様は価値を見せればよい。わしが利用するに値する価値を。これは契約。力を上げる代わりに私の願いを一つだけ叶えてもらう。私はシーツ。お前は雪がどうして白いか知っているか。システムと力こそ平和への道だ。会えて嬉しいよ。私はシュナイゼル、この国の第二王子だ。生徒会に入るんだよね。よろしくね。抜けている、ほうけている、堕落している。ゼロはどうした。帝国臣民の敵を捕まえろ、ゼロを。エリア11総督、コーネリア・リッブリタニアだ。命を懸けて戦うからこそ、統治する資格がある。ゼロは、私が必ず…次はあなただけの舞台を作ってみよっか。ここでは舞台を編成できる。まずはパイロットを設定しましょう。それじゃあ最初はコストが軽くてバトルの先陣を切るのが得意な突撃タイプを選んでみよっか。選択したら決定を押してね。パイロットを設定できたのなら次はナイトメアね。設定した突撃タイプのパイロットが活躍しやすい機体を選ぶといい。突撃タイプのパイロットには近接ナイトメアがおすすめだよ。近接ナイトメアは敵の進路上に配置することができる。進路を塞いで敵の足止めをしながら直接敵ユニットにダメージを与えてくれるわ。とりあえず1番目は決定。
この調子で2番目も決めよう。次は殲滅タイプのパイロットを選んで。殲滅タイプのパイロットはコストが高いけど、その分攻撃力も高いんだよ。そんな殲滅タイプのパイロットには遠隔ナイトメアがいいかな。遠隔ナイトメアは高台に配置することができる。進路を塞げない代わりに広範囲にダメージを与えることが可能よ。とりあえず2番目も決まったね。どんどん行くよ。次はたくさんの敵を足止めできる頼もしい守護タイプのパイロット。守護タイプのパイロットには近接ナイトメア。さあ次次、修理タイプのパイロットを選んでみてね。修理タイプのパイロットはね、通常攻撃ができない代わりに味方を回復することができるんだよ。修理タイプのパイロットには効果範囲の広い遠隔ナイトメアを選ぶといい。さあもう一息、最後は策略のパイロット。強力なスキルを持った策略のパイロットには遠隔ナイトメアを任せるといいよ。これであなたの舞台が完成。すごい、バッチリだね。次に編成するときはいろんな組み合わせを試してあなただけの特別な舞台を作ってみてね。せっかく舞台を編成したのだからクエストをしてみたら。あのね、クエストで編成した舞台の腕試しができるの。当然やってみるよね。こっちだよ。ここではメインストーリーの物語とバトルを楽しむことができるよ。また後でストーリーを見に来てね。今は早く戦いたいからバトルへレッツゴー。心の準備はできてる？あの音はいつでも行けるよ。気力を引き出せる殲滅タイプのパイロットが乗ったナイトメアがいいわね。わあ、今あの願いようと思ったのに。我らが活路を開くぞ。道を開けろ、前へ出る。根性見せるぜ。そんなに拗ねないで。あなたがへそを曲げている間に
敵が迫っているみたいだけど。え、あ、別のルートから。守護タイプのパイロットを乗せたナイトメアを出撃させよう。急いで。ここは任せてくれ。守護タイプのパイロットを乗せた近接ナイトメアがたくさんの敵を通せんぼしているでしょ。これで迫ってきた敵はなんとかなるかな。道を開けろ。前へ出る。いつの間にかみんなのヒットポイントも減ってきちゃったね。修理タイプのパイロットを乗せたナイトメアをここに配置してみよっか。ここは任せて。これなら範囲内の味方ユニットを回復してくれるよ。感情見せるぜ。敵もなかなか手強いみたいね。よし、ここで策略タイプのパイロットを乗せたナイトメアも出撃だ。回復させてくれるの。この手は私には効かないぞ。一気に敵をやっつけちゃうよ。やったな。もっと言え。うおー、やったぜ。万歳。上々だったようね。うん、かっこよかった。お疲れ様。あのね、これでチュートリアルはおしまいなの。だから私たちとは一度お別れ。またいつか会うこともあるかもしれない。うん、その時はあなたの物語をたーくさん聞かせて。それじゃあロストストーリーズを楽しんでね。あなたにこれをあげるね。私は明日もここに来るから気が向いたら来てね。私に会いに来たのか。いい心がけだ。ロストストーリーズの世界へようこそ。あなたの物語がワクワクするように私から毎日素敵なプレゼントをあげちゃうよ。お楽しみにね。今日もよろしく頼むね。お前に届け物だとよ。プレゼントボックスを見た方がいいんじゃねえか。お前に届け物だとよ。プレゼントボックスを見た方がいいんじゃねえか。
綺麗事で世界は変えられないから。生徒会副会長のルルーシュ・ランペルージだ。学園内ではこれまでと変わらずこの名前で。それと、適度な距離感で頼む。俺たちもだいぶ人が増えてきたんだ。ここらで一丁運動会とかやって交流を深めるべきじゃねえかな。なあ、どう思う？チェックメイトだ。我々純血派だけがブリタニアを救うことができるんだ。私の名はビレッタヌー、ブリタニアの騎士公だ。必ずや我々純血派がブリタニアを掌握してみせる。私は姫様に選ばれた姫様を守るための騎士。ギルバート GP ギルフォードだ。コーネリア公女殿下の親衛隊長を務めている。我が正義は姫様のもとにある。私の願いを一つだけ叶えてもらう。我々純血派だけがブリタニアを救うことができるんだ。お兄様と一緒にクラブハウスにいることが多いです。よろしくお願いしますね。私は使えるものは使う主義だ。たとえ
それがどんなものであったとしてもな。私の名はアンドレアス・ダールと、コーネリア殿下の下で副官を務めている。よろしく頼むぞ。依頼が完了。俺たちもだいぶ人が増えてきたんだ。ここらで一丁運動会とかやって交流を深めるべきじゃねえかな。席なんてのは安売りしてねえんだよ。簡単に言うんじゃねえ。あの日、あの夏の日に、私の物語は失われた。父の優しくも大きな手、母の柔らかな声。あの子の愛おしい笑顔、そのすべてが、あの夏の日に、私の物語と共に失われた。公暦2010年8月10日、神聖ブリタニア帝国が突如として日本に宣戦布告。極東で中立を謳う島国と世界唯一の超大国ブリタニア。両者の間には日本の地下資源をめぐる根深い外交上の対立があった。
本土決戦においてブリタニア軍は人型時代戦闘装甲機ナイトメアフレームを実戦で初めて投入。その威力は予想をはるかに超え、日本側の本土防衛線はナイトメアによってことごとく破壊されていった。そして日本は負けた。日本は帝国の属国となり、自由と権利とそして名前を奪われた。日本はブリタニアに全てを奪われたんだ。それは私も同じこと。家族も名前も自分自身であることも奪われた。今となっては本当の自分だと言えるのかもわからない。だけど私は生きている。日本とブリタニア両方の血を持つ私は、偽りの家族と偽りの名前で、偽りの自分自身を生きている。私は私自身の物語を奪われ失ってしまった物語を取り戻したい。そう、これは私が私自身の失われた物語を取り戻すための物語。